お布団は、この中、あ、あった。よいしょ。準備できました。私のお膝に頭を乗せてもらえますか？お、いざされると、なんか、男の子の頭って結構重いんですね。なんて。それではまずは、右耳の耳かきで、おもてなしさせていただきます。確か、好きでしたよね。耳かきされるの。あ、いえ、なんでもないです。まずは、おしぼりで、お耳をきれいにしましょうか。お耳、失礼いたします。おしぼり、温かくてふわふわ、気持ちいいですか？まずは、お耳の周りから、きれいにしていきますね。耳の裏の乾燥したところもちゃんと拭いていきますよ。力を抜いて、リラックスしていてください。ゆーっくり呼吸して、
気持ちよーくなってくださいね。だいぶ落ち着いてきましたね。急にこんなところに連れてこられてびっくりしましたよね。それともあんまり驚いていらっしゃらないでしょうか。夢を見てるみたいな、そんな心地かもしれないですね。お耳の中もおしばりで拭いていきますね。さっぱりしたら気持ちいいですよ。はい。しぼりでお耳を包んで、ぎゅー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 。仕上げに、あ、ごめんなさい、びっくりしました。それとも気持ちよかったでしょうか。ではそろそろ耳かき使っていきますね。これは竹製の細いしなりのある耳かきで、中入れていきますね。
ずは浅いところを耳かきの先でカリ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 、痒いところとかあったらいつでも言ってくださいね。お耳の溝に沿うみたいにシュリシュリカリカリ、お耳の形かわいいですね。じゃあそろそろお耳の奥に耳かきを入れていきますね。ゆっくり耳かきをそっと。お耳、敏感なんですね。奥の、この辺をツンツンってしたら、気持ちよさそうなお顔をしたので。緊張しないで、力、抜いてくださいね。
これでは次は綿棒に変えますね。耳の奥の壁のところを綿棒でスリスリ優しく痛くしないように、てください。リラックス、リラックス。少しお耳の中をコショコショしますので、少しの間我慢してくださいね。あなた様の気持ちがいいところ、だんだんと分かってきました。耳のこのあたりをこすったり、奥のこの辺をクリクリってすると気持ちいいですか？こんな風にあなたと過ごせる日が来るなんて。なんでもございません。耳かきに集中してくださいませ。よしよしよし、お耳の奥をなでなで、いっぱい癒されてください。
クを耳かきいっぱいしながら、浅いところも一緒に触って差し上げますね。そうだ、空いた手で耳たぶふにふにしますね。柔らかくて気持ちいい。ふに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 。眠そうなお顔していますね。気持ちよくなってくれてるなら、すごく嬉しい。そろそろラストスパート。手前から奥にかけて仕上げをしていきますね。力抜いてください。
これにて、こっちの耳かきはおしまいです。おめめ、とろんとしてますよ。それでは、反対側もいたしましょうか。はい、私、頑張りますね。それでは、お膝の上に、コロンして、お耳を見せてくださいますか？